パソコンカスタムってロマンあるんだよな。ちょっと覗いていってください。はい、出ました、新しいパソコンケース。なかなか手強かったです。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、こちら、段ボール2つ分届きました。まずですね、こちら、ベタベタなんですが、メルカリで買った3500円のタワー型デスクトップパソコン。そして、こちら、新品です。マーブルシェル MS30 タワー型デスクトップパソコンのケースです。はい、というわけでですね、お分かりでしょうか。こちらのパソコン本体の中身を、このかっこいいいかついケースに込む、今回の動画はこんな形となっております。沖縄県から届きました。3500円というめちゃくちゃ格安な PC。 性能はそこまで良くないのですが、問題なくね、起動するということで、こちらのパソコンを購入させていただきました。このケーブルで電源コード、本体頑丈にプチプチにくるまれておりました。はい、見ていきたいと思います。状態としてはですね、かなり綺麗ですね。 OS は Windows Vista と書いておりますが、 Windows 10にクリーンアップされております。 CPU が Intel Core i2 Duo、 メモリが 4GB、 ハードディスクが 320GB、 そしてグラフィックボード GeForce 8400GS512MB が付いておりまして、上についてます DVD ドライブと、あとカードスロットも付いておりますね。背面の端子を見ますと、電源差し込み口とディスプレイポート、USB ポート。はい、というわけでですね、HDMI は付いておりません。こちら電源ケーブルと、スピーカーにつながるときに使うオーディオケーブル。そして、VGR かな？ディスプレイポートが付いております。そして、こちら開けていきたいと思います。ちなみにこちらですね、Amazon で購入しました。白色がかなり活かしてますね。はい、出ました。こちらが新しいパソコンケース。これかっこいいでしょ。ここのところケーブルが入っておりまして、テカります、この辺が。そしてなんといってもこちら強化ガラスがついていて、ライトアップさせることでパソコンを光らせることができます。めちゃくちゃロマンあるよね。おお、強化ガラスです。結構ガッチリしております。中はめちゃくちゃ広いです。詳しく見ていきたいと思うのですが、まずですね、ファンがですね4台最初からついております。1台2台、そして3台、そしてこちらにも4台ついております。ハードディスクとかを止めるところが最初から3台ついていて、下が電源ケーブルを差し込むところで、これ裏配線もついておりますので、おお、いいね。ここにですね、ピカピカ光らせる基板ね、そして配線がこの裏側にね、すべて突っ込むことによってかなり綺麗に止めることができます。仕様に関してはこの古いパソコンと新しいパソコン全然ねスペックが違って移動できないものもあるのですが、まあ、それはねおいおい新しいパーツを購入してこちらに合わせたものを作っていきたいと思います。監督なんですが、自作パソコンですね、経験がほとんどないです。20万以上のパソコンを買いましたが、購入してからです、1ヶ月経たないうちにもう2回修理を送ってます。まあとりあえず今回のミッションは、今こちらちゃんと起動すると思うんですけども、この起動している状態を綺麗にこちらに移動できるか、まずそこがポイント。3500円なので、まあいいとはいえ壊さないように頑張っていきたいと思います。上のところに端子ついておりまして、電源ボタン、リセットボタン、マイクとヘッドホン、あとは USB 端子が4つついておりますね。こちらが 2.0 で、こちらが 3.0。 上に関してはですね、網状になっていて、中を熱くしないようについております。はい、こちらから見るとこんな感じ。それではですね、まず旧パソコンのですね中を見ていきたいと思います。その前にちゃんとパソコンが起動するか動作チェックをしてみましょう。こちらにモニターを用意しました。画面がつくか確認していきたいと思います。スイッチオン。ですねあれ起動しないな。ただですね、ハードディスクランプが光ってないんですよね。これはもしや故障品が当たったのでしょう。いろいろ試行錯誤しましたが、つきませんでした。おーい。今の時点でつかないということは、新しいケースにつけてもつかないということになりますよね。というわけで、企画終了。何が原因なのかさっぱり今わかりません。このコード自体が悪いのか、もしくは何かしら君がね、どっかぶっ壊れたのか。いや、どうしましょう。とりあえず中身移動してみたいと思います。ケースファンがこんなのついてる。もうすごいシンプルなグラボですね。そして、
てファンがついている、はい、で電源400ですね。ちょっと弱いですね。移し替えていきたいと思います。え、しかもこれメモリ落ちてない？え、これ落ちたってこと？これ落ちてたからつかなかったとかそういう話？それありえるな。ちょっと待って、ちょっと待って。もしかしたら、もしかしたら、ついたら面白いな。スイッチオン。え、そう簡単に来ないよな。ん？お！来たぞ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 来ましたー。メモリ抜けてたー。そういうことか。なるほどですね。多分輸送中にメモリが外れちゃって、それが原因で今つかなくなっていたという。解決よかったー。というわけで、Windows 10が入っておりました。ドローカルディスクは300ですね。で、早速、こいつをね、さっきのケースに突っ込んでいきたいと思います。今ですね、こちらファンが外れまして、で、ここのですね、4箇所の金具を取ったんで、ゆっくりね、ゆっくりね。取れたー！取れました！おー！こちらですね、本体から分離させることができましたー。いやー、なかなか手強かったです。はい、取れましたー。あれ、あ、これが DVD のディスクドライブでカードスロットとなっております。あ、取れた。こちらかなり汚いのですが、 USB だとオーディオの線ですね。あ、ハードディスク取れました。320となっております。分解してパーツを全て取り出した状態のものとなっております。これをね、新しいパソコンに組み込んでいきたいと思います。ただですね、電源のコードの部分に関しては使えないかなと思っておりますが、まあ、一応ねやっていきたいと思います。分解されたパソコンなんですけども、もう中身はもう空っぽですね。今これに詰め替えたいと思います。説明書付け方も書いているので参考にできるかな。本体にとりあえずまず載せます。ここ今埋まってるので、これをちょっと壊します。これは一回壊したらもう戻らないんですけども、いらないでしょう。ここと、ここと、まあ、あとこのねネジを締めていきたいと。感じでですね、ネジが締まりました。ファンがついてるかと思いますが、こいつのコードがですね差し込んでいきたいと思います。間違いなくこいつなのです。はい、刺さりました。 OK です。で、メモリも、あ、ちゃんと刺さってなかったら絶対ね起動しないんで。いやー、壮観ですね。ここでは次ですね、電源をですねこの部分に差し込みたいと思います。果たしてサイズは大丈夫なんでしょうか。差し込んでいきたいと思います。電源がですね、こっちから裏配線を使って合わせていきたいと思います。いたいたいた。よし、ここからここを使って合わせて刺さりました。下からグワッといって、お、ギリギリいけるね。こいつを差し込みますと、向きを間違えずにして、ここに差し込めば、これで差し込めばこのハードディスクからデータを読み込むことができます。まず最低限の機能で起動したいので、ファンなんですけども、小さい取扱説明書を見ると、後ろにね専用の端子がある情報があったので、こっちに置いて、で今持ってきたものが、はい、こちらですね、勉強用に買ったマザーボードです。差し込み口ありますかね。あ、これか、これだな。あとこのハードディスクなんですけども、下に置けたんで下にします。USB の接続はここに端子があったので、ここに差し込みます。さあ、果たしてつくのでしょうか。期待です。どうぞ。つかない。いやー、どういうことだ。難しい。難易度マックス。ダメだ、やっぱこれ無理なのかな。はい、というわけでですね、数日どころか数ヶ月経過しました。まあ、やっぱり起動しなくなったんですよね。というわけで今現在ですね、監督なんですが、新しいハイスペックパソコンをメインとして編集をやっております。今まで編集をしておりましたこちらですね、ドスパラさんで購入しましたこのパソコンの中身を今回こちらに改めて移し替えていきたいと思います。いや、果たして起動できるのか不安いっぱいですけども、やっていきたいと思います。見てください、こちらダイソーで買ったやつなんですけども、こちらにいろんなね物がね、埋め込まれております。まずは鍵盤を外さなければ、外します。マザーボードを外していきます。ネジが、お、外れた。お、ここもいらない。痛い痛い痛い。手にコードを外しておけばよかったと今後悔をしております。痛い痛い痛い。マザーボードの裏が痛いんだよこれ。痛い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 。こちらがマザーボードです。多分壊れていないと思うんですけどね。お、はい、はい、外れました。電源はですね使いませんので外しちゃいます。では電源を取り出します。もう使わなくなります。
はい、電源取り外しました。こんがらがっております。ただまだ使えると思います。はい、でここからがね難関ですね。ケースは外れたので、先日までねちゃんと使えていたので壊したくないんですよ絶対ね。元の状態を維持しつつも移動していきたいと思います。まずは電源を外していきます。こちらですね、ホコリが溜まっております。ネジが外れました。ではおお、ゆっくりゆっくり移していきます。写真で撮りながらいきます。とまずは4つのやつが、はい、というわけで電源と SSD ですね。ホコリがすごいのでダストブロバーできれいにします。続きましてグラフィックボードを外しちゃいましょう。そこですね、引き抜きます。これ外すといいのか。はい、外れました。 GeForce X1050 ホコリすごっ次いきます。サーボード取り外します。外れるかな。お、あ、すごいホコリ。ファンのコードが、ここも写真撮ってお、取れた。ではカードスロットですね、まだ使えます。まあ、でも確かこれ壊れてたのかな。 DVD スロットとなっております。これもまた使えます。見てください、ホコリがすごいですね。傷防止対策でこちらを敷きます。こちらの新しいケースにマザーボードを組み込んでいきたいと思います。その前に電源コードかな。こちらは裏側からいきます。セットしていきます。ネジ締めしていきたいと思います。はい、裏から電源をいきます。はい、セット OK。 奥にですね4つの接続端子がありますので、ここにここですね、この黄色いコードが刺さりました。あとはこの本体からつながる配線をつけていくっていう。ではですね、やっていきたいと思います。お、おし OK。 皆さん、なんと電源がつきました。いやー、これは嬉しいでしょう。サブパソコンの本体の中身をこいつに移動させまして、つきました。ただね、ここ本当はボワって光るんですけども、このマザーボードが古いタイプなんで、光らない状態なので、今後です、対応するマザーボードを購入して、光らせていきたいと思います。とりあえず、第3回クリア!パソコンの増設めちゃくちゃ面白い。できた瞬間、最高でした。はい、ということでですね、この監督ラボでは、ね、自分が好きなもの、共有したいもの、ぜひ伝えたいものをですね、厳選してお届けしております。では、また次の動画で会います。ショー。いや、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいよ、これ。うわー。泣いちゃうぜ。初めてカスタム USB3.0。数日。あ、ここもネジあった。ちょっとね、録画ボタンを押し忘れたんですけども、ですね、サブパソコンの本体の中身をこいつに移動させまして、着きました。